鍋島名保世は、肥前国派水家藩八代藩主。乱壁大名と言われ、著作に、仏乱殺史、王羅巴諸図がある。寛政10年5月3日、肥前佐賀藩第八代藩主、鍋島春重の七、男として、佐賀城で生まれる。文化2年に、親族の熊代忠教の養子となり、忌名を、自家陳、通称を男城と名乗った。文化12年に四兄の直道が、養父の波水家藩主、直春から廃嫡されたため、代わって養子に入り、忌名を、自家友、通称を主税に改めた。神代家の家督は、長兄、成直の三男の健在が継いだ。文化13年4月4日、直春の隠居により19歳で家督を継いだ。藩政では、高島秋藩の長男、高島朝五郎を招聘して、新式大砲を製造させ、さらに多くの乱書を翻訳させた。財政再建のために、後期粛清、倹約令、家臣団の治業削減などを行っている。文政6年、昌平校で、古賀整理に学んだ、同藩要人のマニア2州を、藩校、成明館の教授に任じた。また、佐賀蘭学の祖、島本良順を侍医として招聘している。これら一連の藩政の実力を評価されて、天保元年には、幕府若年よりと、自社奉行に推挙されかけたが、本家藩主の甥い、斉忠の反対にあって実現することなく終わった。弘化2年7月28日、長男の直樹に家督を譲って隠居した。しかしその後も、隠居の身で藩政に介入している。退院後、波水家東館の近隣数町の土地を遊園として造成し、天子園と名付けた。64京で構成されていた。嘉永2年2月、塩田から取り寄せた大石に、自作の七個と十立子を掘らせた、雲庵同人記伝碑を園内に建立した。安政2年3月、自家友の命で鋳造が計画されていた、西洋大砲数門が完成し、自家友自ら艦用船、長久丸で海路を塩田へ赴き、久間村高取山で試射が行われた。後に、大砲は、城内杉山の武器庫に収められた。同年4月、本藩医、大石義秀を招き娘4人に酒盗を施させた。元治元年11月9日。波水家東館で死去した。享年67。ちょうど、長州征討の時期と重なっていたため、喪の期間にあっても、領内の具足師、鉄砲師、槍師、桶屋などは、営業を許可された。ありがとうございます。